ームクライマックス、5年ぶり7回目の出場、高橋裕次郎ありえるぞ。おい、まあ、見ての通り6人タッグはもちろんネバーのシングルもないんでね。だからよ、元気だけあるぜ俺、元気だけ。見ての通り、もう今はなりふり構ってられないんで、邪道だろうが、イービルだろうが、裕次郎だろうが、どんどん喧嘩売ってくよ。お前、一昨日の埼玉大会、いろいろな選手が G1 クライマックスに関してコメントを残してたけど、その中でも一番目についたのはやっぱりあの選手の言葉かな。誰だと思います？シェフだ、ジェルさんだなって言ってました。大丈夫大丈夫、おい、だけやめたとも言ってたね。まあさ、口に出すのは銃だから。そしてやっぱさ、口に出さなきゃ誰にも何も伝わらないから、その姿勢ほんと素晴らしいと思いますよ。さすがアニマル浜口ジム出身の先輩レスラー。でもさ、本間選手、行ったからにはちゃんとエントリーしてくださいよ。これだけ期待させておいてがっかりはさせないでくださいよ。まあ俺の予想では順当に落選すると思いますけどね。じゃあまた明日もここ幕張メッセでまたお会いしましょう。アディオス。